4700万アップの7000万円で今シーズンのおよそ3倍となる7000万円と大幅昇給を勝ち取った島内投手。今シーズンはフランスア投手以来球団4年ぶりの60試合登板を達成。さらに42ホールドポイントを挙げ、最優秀中継ぎ投手賞を受賞しました。過去でも最多が51試合だったので、まさかここまで投げれるとは思いませんでしたけど、本当に苦しい時もありましたけど、辛抱強く使ってくれたので、僕だけの力じゃないなというふうに感じています。1年やっただけではダメだと思うので、この先何年やれるかっていうのが勝負だと思っているので、しっかり継続してやるべきことをやって、来シーズンも1年間一軍に完走できるようにしていきたいと思います。そして会見中に島内投手は嬉しい報告も。僕個人的なことなんですけど、今年のシーズン中に入籍をいたしまして、学生時代からお付き合いしていたという一般女性との結婚を発表。大幅昇給の使い道を聞かれると、家族もできたので、シーズン中支えてくれた妻に何か買いたいなと思ってます。僕が打たれた日なんかがあっても、家では変わらず、何もなかったかのように接してくれたので、そこが僕にとってやっぱメンタル面的なところで一番大きかったかなと思います。契約公開後には球団新記録となる39ホールドを記念したプレートの設置へ。今年1年の頑張りがこうやって球場に残るということで、なかなかないことだと思うので、すごく嬉しいですね。試合をメインで見に来るとは思いますけど、試合前なんかにここに立ち寄って見てもらえればすごく嬉しいですね。はい、中田さん、今シーズンの年俸の3倍となる、推定7000万円ということですが、島内投手素晴らしい活躍でしたよね。もっと笑ってもいいんじゃないですかこれ。もっとホクホクじゃないですか。ただまあ結果もそうなんですけど、やっぱりこの評価って、やっぱ島内投手が今シーズンの結果に対しての評価なんで、すごい評価をねカープがしてますし、また他の選手にもやっぱりモチベーションになりますよね。これだけ頑張ったらこれだけ上げてもらえるっていうのをね、すごい評価、嬉しいですよね。こう応援している周りのファンの皆さんも ね、はい、夢があるなって、ね、夢ありますよ、改めて感じますよね、はい、思いますよね、そんな島内投手なんですけれども、ですね、今年の9月に結婚を発表されたそうなんです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。相手の女性は島内投手の一つ下の女性で、大学時代からお付き合いされていたそうなんです。妻の好きな料理はオムライスということで、ね、なんだかほっこりしますよね。そして突然なんですけれども、新婚の山崎さん、島内投手がお金の使い道で妻に何かプレゼントをしたいとおっしゃっていたそうなんですよ。ですね、優しい、山崎さんなら何か欲しいものありますか。私なら、はい、あ、そうですね、私は今ヘッドマッサージャーかな。ゴリをね、でもね、音が7000万ですよ。7000万ありますからね。7000万円ですよ。体の各部署のね、もう全然いろんなところのコリホグセットをね、そんなプレゼントも欲しくなりますけれども、はいはい、改めて島内投手、山崎さんもご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。続いては、昨日新入団会見を終えた ルーキー8人がマツダスタジアムを見学しました。投手はマウンド、野手はバッターボックスに立ち、球場の雰囲気を味わいました。まあ、当然ではあるんですけど、やっぱ赤色一色で、そうですね、とても楽しみな気分になります。入団会見の緊張感から一夜明け、マツダスタジアムを訪れた新入団選手8人。ドラフト1位常広は、これから幾度となく大声援を受けるホームグラウンドで決意を新たにしました。ピンチの時にやっぱ自分のこう良さっていうのは出てくると思うんで、そういうピンチの時のピッチングっていうのを見てほしいなって思います。広陵時代に一度マツダスタジアムのマウンドを経験しているドラフト2位の高、4年ぶりに訪れたイメージは、変わらず本当に綺麗で大きい
球場だなっていうふうに、まだちょっとまだ実感が湧いてないんですけど、それをイメージ湧けるように今からしっかり練習していきたいなと思います。来シーズン真っ赤に染まったマツダスタジアムでルーキーたちの躍動する姿が楽しみです。来シーズンからここに立つときは多分満員になってると思うので、やっぱすごく、まあ、景色も違いますし、今までやっぱりその時の緊張とかでもやっぱり違うと思いますけど、いろいろとワクワクしてる感情が今は大きいです。選手たちのワクワクする気持ちっていうものが伝わってきますけれども、うん、中田さんは2008年にドラフト2位で入団され、はい、中田さんがこの見学をされた際にはまだ工事中だったんですよね。そうですね、あら、なるほど、当時あらあら、こんな映像が、あらあら、あら、ありがとうございます、用意していただいて、懐かしい顔です、ね、うわ、お恥ずかしいですね、この映像は、ありがとうございます、昔の映像当時のことは覚えていらっしゃいますか？そうですね、やっぱりこの松田元年ということで、はい、すごくここに足あ、フレッシュ感動して丸刈りやったな、丸刈りですね、やっぱ球場に足を入れた時感動しましたし、ここに入った時によし、ここで投げるぞ、ヘルメット逆じゃないかな、はい、ヘルメット逆ですねなんでここの映像はカットしなかったかと思うんですけど、おそらくあそこしか残ってなかったかもしれないですね。ただやっぱりね、ここに足を踏み入れた時やっぱり感動しましたし、うん、先ほどね、常廣投手がもうマウンドに上がってた時、まあ、上がった姿っていうのを、はい、やっぱり様になりますよね。あ、そうですね、やっぱり各選手がこう、新井監督もそのドラフト会見の時にもう順位は関係ないということで、うん、もうここに入れば順位はもう関係ないんで、はい、もうその中でやっぱり強い気持ちをここに来て僕も感じて思いましたし、よしやってやろうっていう強い気持ちになったので、でこの映像をね再び見ることができてありがたいですね。なんかね、ヘルメット 逆はどうなのかな、わざとではなくて本当に間違えたってことですよね。わざとやっておけばよかったでもちなみに中田さん、プロ初登板、はい、公式戦の初登板はマツダスタジアムということですよね、はい、そうなるとやっぱりこの最初に見学をした時のイメージというのをずっと持って練習していた。そうですね、やっぱり足を踏み入れた時にやっぱりあそこで投げるっていう強い思いを持ちながら、絶対先頭バッターで三振を取ってやろうっていう強い気持ちを持ちながらやっぱり練習しましたので、先頭バッターヒット打たれましたけどただやっぱりその強く思うっていう気持ちが大切なので、やっぱカープの一員として来年から、ね、始まるわけですから頑張ってほしいですよね、はい、選手たちにとっても今日は忘れられない一日になりそうですよね、はい、ルーキーたちのこちらマウンドスタジアムで活躍するっていうのがとても楽しみです。